ヘンリー・エドワード・クレイビールヘンリー・エドワード・クレイビールはアメリカ合衆国の音楽評論家、音楽学者。40人以上にわたり、ニューヨーク・トリビューンが見て音楽編集長を務めた。同時代の評論家には、リチャード・アルドリッチ、ヘンリー・セオフィラス・フィンク、W.J. ヘンダーソン、ジェームズ・ハネカーらがおり、彼らアメリカの評論家の第一世代の一人であった、クレイビールは他に、 類のない評論のアメリカ学派を築いた。著書の音楽鑑賞法は19世紀終盤から20世紀、初めの数十年間の米国で指南書として音楽を消費する大衆に広く用いられた。1854年にミシガン州のアナーバーに生を受けた。父はメソジスト監督協会のドイツ人聖職者だった。アメリカ人第一世代として父の指導を受け、 家で使う言葉と読み書きにはドイツ語と英語の2、過酷語を用いて育てられた。後年フランス語、イタリア語、ロシア語、そしてラテン語も習得している。1864年に一家はシンシナティに移り住み、父はその地でメソジスト教会の聖職者の職に就いた。そこでまだ幼かったクレービールは教会の合唱隊の指揮者になっている。 1872年にはシンシナティで法律の勉強を開始した。1874年6月にシンシナティガゼットの職員として配属されてキャリアを開始することになる。彼はスポーツや犯罪に関するライターとして主として野球の試合や殺人事件について報じた。まもなく音楽イベントの報道へ進み。 1880年11月まで同志の同じ役職で勤務した。その後ニューヨークへ赴き、ニューヨークトリビューンがの職員に加わった。はじめは社会部の記者として配属されて、時折社説を書いていた。新シシティにいた頃と同じように、まもなく音楽イベントを扱うようになった。彼は短期間で音楽部の編集長に登り詰めた。 音楽評論家として影響力を持つようになったクレイビールはトリビューン、スクリブナーズ・マンスリー等の雑誌に多くの記事を執筆した。自らの記事について研究する場合にはしばしば直接の経験を求め一次資料を発掘しようと独自の調査を行った。例えばワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーについて執筆した際にはニュルンベルクまで出かけたり、 聖火対策勝者について書くためにシナゴーグに通ったりした。クレイビールは音楽の様々な側面に関して多数の著書を発表しており、中でもアフロアメリカンの民謡、人種的、国民的音楽の研究は黒人音楽について研究した最初期の書き物であった。黒人音楽への関心は1893年のシカゴ万博に参加してミッドウェイプレザンスで 黒人音楽家たちの演奏に魅了された時にまで遡る。コンサートのプログラムに解説文を書くことも多く、イグナツ・パデレフスキのリサイタルを何度も担当した。クレイ・ビール翻訳版で、米国ツアー中の劇場支配人1921年。クレイ・ビールはオペラのリブレットの翻訳も行っている。夫・ニコライのウィンザーの陽気な女房たち、パデレフスキのマンル。 モーツァルトの劇場支配人などである。モーツァルトのコジュファン・トゥッテが1922年にアメリカ初演された折には、クレー・ビールが制作した新たな英語版のテクストが用いられた。アレグザンダー・ウィー・ロック・セイヤーがドイツ語で表した3巻に、渡るベートーベンの伝記の翻訳も手掛けており、1921年に英語版の初版が世に出されることになった。 第四巻の執筆も構想されていたが、1897年に、セイヤーがこの世を去って、未完のまま残された。クレイ・ビィールは、自ら筆を取って1137ページに及ぶ、第四巻を書き上げ、これは1925年に、英語版の再版が行われた際に一緒に、出版された。クレイ・ビィールは、ワーグナー、ヨハネス・ブラームス、ドボルザーク、 チャイコフスキーの音楽について彼らがまだアメリカではあまり知られていない頃から強く擁護していた。フランス音楽は彼の助手であったリチャード・アルドリッチと揃って嫌っており反対する活動を続けていた。1907年にドビュッシーの海がアメリカに紹介された際には次のように書いている。昨夜のコンサートは新たな音の組み合わせ以外に形式や目的を一個だにしない 音色のパレットの上に乱雑に塗りたくられた多量の印象主義的な塗料により幕を開けた。一つだけ間違いなかったことといえば、作曲者の海とはカエルの池だったということ、そしてそこに生息していた者たちは金管楽器一つ一つの管の中に入ってしまっていたということだけであった。ドビュッシーのこの作品がオーケストラのレパートリーとして定着してしまって、 幾分愉快な状況となった。クレー・ビールはやむなく1922年に海が詩的な作品であり、ドビュッシーはその中に海洋のリズムと色彩を実に見事に捉えていると書いている。マーラーについても指揮者、作曲家のいずれの役割についても非常に批判的である時は醜悪の予言者と書き立てた。またリヒャルト・シュトラウスに関しては作品が 快楽主義者の主題を含んでおり、クレービールが道徳的観念の欠如した題材とみなすそれらは、意外な音楽が果たすべき、人間性の向上をもたらさないとして攻撃した。クレービールは1923年にこの世を去った。その時もまだ、ニューヨークトリビューン紙の評論家の職にあった。アルドリッチは、哀悼を示し、クレービールは、アメリカの指導的音楽評論家であり、 米国がかつていたことのない高みにまで音楽評論を高めたと評した。注釈出典。ありがとうございます。